皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日は渡辺義和元陸将にお越しいただきました。渡辺閣下、今年もよろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで、今年早々にですね、草津の白根山が噴火するという、もう本当に驚いてしまったんですけれども、そこでスキーの訓練をしていた自衛官の方が亡くなって、渋滞の方も現時点ではいらっしゃるということで、回復を祈っているところなんですが、スキーと言いますと、渡辺さんも第2師団の、師団長をされたりとか、かなりご経験があるわけですよね。やっぱり隊員さんかなりそのスキーの訓練やるところはやるわけですよね。私も東部方面総監の時に今回、犠牲になった隊員とかなりの確率で一緒にスキー訓練やってます。そういう意味では本当に私も団長の思いなんですけれども、その状況の中でさまざまな訓練もしなきゃいけない、こういう事件に当たるというのも我々自衛官、元自衛官にとっても最悪の事態にいかに備えるかという観点で、本当に現役の人たちに頑張ってもらいたいというふうに思いますね。そうですね、ショックは大きいと思いますし、相馬ヶ原の12ヘリ隊っていうと御嶽山のね、噴火の時もかなり災害派遣で活躍した時を記憶していますし、あの部隊はね、本当にそういう部隊ですからね。12旅団は空中機動旅団といって、特に今回テレビでも UH-60 ブラックホークも大活躍してましたけれども、陸上自衛隊の中では特別な旅団で、そういう旅団がこういう事件に遭うというのを一つの巡り合わせかなというふうに思いますね。そうですね、悪天候の中で、ヘリの救助というのもかなり、リスクを伴うわけで、一般の取り残された方の救出を先行させてというところで、もう本当にですね、怪我をされた隊員さん、方たちの回復をですね、祈るばかりですね。ということで、渡辺さんにぜひ今日はいろいろ中国、それからアメリカの最新事情をお聞きしようと思っているんですけれども、年末に渡辺さん中国に行かれたということで、渡辺さん大丈夫なのかなとみんな心配してたんですけれども、そうですね、大丈夫そうですね。今は大丈夫ですね。やはり初めて中国に行って、日米中安全保障関係を専門とする私としては、中国本土にも行ってないのかと言われるのはもう本当行ってきました。しかし、上海行ってきたんですけれども、上海大学あるいは上海外国大学で議論をやってきました。そして最終的に私が思ったのは、私は中国本土には行かない方がいいというのが、これは最終的に結論なんですね。今ご承知の通り、習近平が独裁体制を築いて、中国国内の国民のみならず外国人に対する統制というのはものすごく厳しいな統制をこう実施してて、特に外国人の中国研究者でも、中国政府、中国共産党の意に反するような発言をすると、これはかなりの確率で睨まれて、いろんな行動を捉えるという危険性があります。例えばですね、 CSIS にボニー・グレーサーという女性 の, 中国専門家がいます。彼女は最近ツイッターでつぶやいた、やはりそのツイッターというのはやはり衝撃的で、多くの中国研究者が中国当局によってスパイにならないかと言われて、勧誘を受けたって言うんですよ。だからグレーサーというのは本当に有名な中国研究者ですよ。しかし彼女はきっぱりと断ってやってるということなんですね。私が中国も加えて、日米中安全保障をやろうとしたのは、ハーバードでエズラ・ボーゲル先生にお世話になった時に、ボーゲル先生が週に1回中国関係のセミナーやってるんです。それにずっと2年間出たんです。その時に感じたのも、私はその2年間セミナー期間中、中国に対する批判的なことばっかり発言しました。そうしたらアジアセンターで取り囲まれました。そういうこともあってですね、そして何を彼らが言うかというと、
中国の大学へ来てくれないか、一緒に議論しようという話をするわけですよ、はいはい、だからそれはやはり危険性を伴うということなんですね。それで私の決心としては、私の中国研究の拠点はアメリカと台湾に置きましょうというのが私の最終的な結論です。まあ、本当に慎重に、特に元将官ですから、中国に対するさまざまな行動に関しては注意しなきゃいけないというふうに思います。そこはね、渡辺さんですから、ちゃんとその辺の、まあ、真意とか行間を読んだりとかできると思いますけれども、はいはいはい、民間の方がよくね、その企業の方なんかが、ね、やっぱりその良かれと思ってなんて、はいはいはい、あるいはそのミイラ取りがミイラになるとよく言いますけれども、そうした事案っていうのは数々ありますから、結構ね、スパイになってくださいって多分言ってこないと思うんですよ、はい、いろいろとね、一緒に研究しましょうとか、はい、日本の技術を生かしてとかなんとかとかって、やっぱりその辺っていうのは非常にこの問われますね。問われますね。問われますね。だから私はこの日本において中国に対しては言うべきことはズバズバと言っていく、その姿勢を貫きたいというふうに思いますね。今日もその観点でお話をしたいと思います。はい。じゃ、このクララもね、見てるのかもしれませんが。さて、今日はこの、第19回の党大会の習近平のですね、演説をちょっと分析していただこうと思います。そうですね。彼の習近平の演説というのは3時間にわたった演説なんですけれども、ね、ユーラシアグループのイアン・ブレマーがこの彼の演説を主張して1991年にソビエト連邦が崩壊したんですけれども、それに次ぐ大きな歴史的なイベントであるというふうにイアン・ブレマーは言ったんですね。その心は何かというと、この習近平の演説の中で習近平は初めてこの2050年、つまり中華人民共和国建国100周年、これを目途として中国が世界一の国家になるという、強国になるということを宣言したんですね。この宣言というのは本当に画期的というか衝撃的というか、ここまで言うかという宣言ですね。もう中国がアメリカに追いつき追い越して2050年目途に世界一の強国になるということを宣言しました。アメリカに対する挑戦状、ね、挑戦状です。明らかに挑戦状です、はい、その挑戦状というのを本当アメリカの専門家は深刻に受け止めたと思いますよ、はい、それが後ほど述べるマティス国防長官の国家防衛戦略等に反映していると私は思います、はい。まあ、そうなると、まあ、今っていうのはその途上であって、はいはい、まあ、そこに向けてかなりその細かい年次計画みたいなのがあるってことなんですかね。そうですね。中国共産党結党100周年が2021年なんですけれども、はい、従来この2021年あるいは2020年を目途にして第二列島線に対する作戦ができるようにするというのは目標だったんですね、はい。だから第一列島線を越えて第二列島線に対する作戦ができるように人民解放軍を鍛えていく、運用するということを目的にやってました、はい。だから最近の例えば第一列島線を越えた爆撃機 H6 の爆撃機がその第一列島線を越えて作戦をしたり、はい、あるいはそれに随伴して遼寧、空母遼寧、あるいはスホーイ27等が作戦やってますけれども、それは彼らの2020年目途とした第二列島線までの作戦を実施する計画に向かった、着々とその計画に向かった一連の訓練演習にしか過ぎないというふうに私は思います、うん。そして今回習近平が言ったのは2050年のみならず2020年と2050年、その間30年間ありますから、はい、その中間の2035年というのを、明確な目標として設定をしたんですね、はい。この2035年までに中国の人民解放軍の軍隊を現代化が完成した人民解放軍にするというふうに、はい、彼は宣言しました。これ現代化が完成する人民解放軍といったら世界一流の軍隊になるということ、はい、なんですね。もう2035年、それはもう世界一流の軍隊になるということ。そしてさらに、はい、その人民解放軍を鍛えて2050年にはまさに米軍と勝るとも劣らない軍隊にして世界一の強国になるというもう宣言をしたわけですね。
これが全ての私の中国評価の基準になります。はい、まあ、これを踏まえれば今日本でいろいろニュースでもね、はい、潜水艦が来たとかっていろんな一つ一つの事象に対して反応してますけれども、はい、まあまあ、まあ、それはもう予定通りなのかなという予定通りです。だから2020年、はい、2035年、はい、2050年の私が言ったことを基準にして物事を考えていただきたいというふうに思います。彼らはこの一つの計画を長期的な計画を打ち立てたのがそれに向かって国家を挙げてやりますから、これはもう脅威だというふうに認識すべきだと私は思います。はい、ここまで来ても、ね、脅威と認識しない方がちょっと疑問なんですけどね。そういう意味ではアメリカの今回国家安全保障戦略、はいはい、それから国家の防衛戦略も出されましたけれども、はいはいはい、そのあたりはどういうふうにご覧になっていますか。あの12月に出された国家安全保障戦略に関してはプラスマイナス両方の評価が全世界的になされていると、はい、私もそのような評価をします、はい、というのは私がやはり一つ専門家として首をかしげざるを得ないのは国家安全保障戦略をアメリカファースト国家安全保障戦略、うん、アメリカファーストナショナルセキュリティストラテジーとまずいの一番に宣言してそれを見ただけでも、うん、いかがなものかともういかに触笑気味ですよね。本当そうなんです、だからこれは国家安全保障戦略を作るのは NSC ですから、はい、マックマスター中将が責任を持って作ったんでしょう、はい、マックマスター中将は現役の中将ですから、トランプ大統領に忖度しなきゃいけないということでこのナショナルセキュリティストラテジーに関しては、うん、アメリカファースト、あるいはメイクアメリカグレートアゲンも入ってます。しかしその基本的な認識で私が冒頭申し上げた、うん、はい、大国間の競争、これが焦点だと言いますけれども、国家安全保障戦略でもその大国間の競争、うん、これを焦点として、はい、アメリカの安全保障というのを考えますよということは言ってるし、うん、そして日本をはじめとする同盟国との協力、これなくしてダメなんだという観点で話をしてますし、そういう点では非常にバランスの取れた、内容を見ればですよ、非常にバランスの取れた、はい、国家安全保障戦略になっているというふうに思います。ただですね、はい、やはり疑問に思うのは国務省なんですよ、問題は。国家安全保障戦略でも外交の重要性というのを、強調してるんですけども、やってることは違うだろうと国務省に対する予算を大幅に削減し、そして国務省の重要なポストがもう空席のままずっといる、そしてツイッターでトランプ大統領がティラソン国務長官を批判するとか言ってることとやってることは違うんじゃないかという部分も見受けられます、まあ、そういう点ではやはり ZZCC で私はこの国家安全保障戦略については評価しております。はい、そうなると、まあテロとの戦いということを強調していたことから比べると、はい、まあ、かなりそのまあ、ロシア中国ということになりますかね、はい、そうですね、まあ、そこに目が向いたというのでいいわけですかね。そうです、これはですね、私がオバマ政権時代からずっと主張し続けてきたことなんですよ、はい、まだオバマ政権の時は大国間の競争という言葉を使うことさえタブーだったんです、はい、特にスーザン・ライス、大統領国家安全保障担当大統領補佐官は国防省がカーター国防長官、当時の変わった国防長官がこの言葉を使うことさえもう拒否してた、禁止させてた経緯があるんですね。もう本当に中国に対する過度の忖度というのが、配慮というのが、はい、結局南シナ海の人工島建設を許した大きな原因だし、はい、やはり私はもう本当この大国間の競争という言葉にものすごくビビッと反応するんですね、もう特にオバマ政権末期において絶対この大国間の競争という言葉を使って中国に対するあるいはロシアに対する厳しい態度を取るべきだった、それを取らなかった。しかし今回トランプ政権で明確に大国間の競争ということで、ロシアと中国に対する脅威というものを第一番目に
あの焦点として考えましょうと、はい、これ出してくれたのは私は本当にスカッとする気持ちなんですね、はい。まあ、結局そこをまあ空白化したところで、まあ、増長してしまったという事実があるだけに、やっぱりそのオバマ政権に対するアンチテーゼの色合いが強いわけですね。その通りなんですね。あのイアン・ブレマーのユーラシアグループは毎年、はい、あの 年初にあのトップリスクというのを挙げて、大体世界の1年間のグローバルのリスク、トップ1からトップ10までこう上げてくるんですけれども、はい、今回あのイアン・ブレマーが挙げてきたそのトップ1のリスクといったら、あの中国が真空を愛するという、あのものすごく面白い表現を使ったんですけれども、結局これ何を言わんとしているかというと、あのトランプ大統領 の1年間のやったことというのは何かという、中国からすればあのアメリカ中心の秩序というのを壊していって、そして世界のいろんなところからアメリカ中心の秩序、70年続いた秩序を、うん、から撤退をしている状況であると、うん、撤退をしているからそこに真空が生まれる、はい、その真空地帯に中国主導の秩序を作りましょうという、あの状況になった。それは極めて戦略的な好機であるという捉える、うん、だからあのその真空地帯を愛する、チャイナラブズバキュームという表現を使うわけですね。その、あの評価といったら、うん、本当に私は正しいというふうに思ってます。今日私はあの接したニュースで、あの TPP、 あのトランプ大統領を目指しましたけど、はい、TPP11 に関して、もうこれは11カ国が、日本を含めた11カ国が、あのサインを共有するということが決まったというふうにニュースを聞きました、はい、TPP なんか典型的なんですね、うん、あのこれ本当に TPP という枠組みというのは、あの対中国戦略から考えてみたら非常に重要な経済を中心とした、うん、秩序なんですが、そこから撤退する、そういう行為、そして例えばあのやはりクライメットチェンジでパリの合意から、はい、あの離脱するとか、そういう行為一つ一つが結局あの世界の秩序の中でアメリカがどんどん後退して、その新興地帯に中国が入り込む、はい、これに対する警戒感というのは全世界であります。そのためにあの全世界の国々がアメリカをどのように見ているかという、そのグローバルなリーダーシップの観点でこうアメリカを見たときに、この2017年のトランプ政権の1年間の動きを見て、アメリカ 40% 以上あったあの世界の支持率が 30% まで落ちていると、 10% 以上落ちたというのがこの1年間の動きなわけですね。そして 30% の支持率といったら、はい、中国は 31% の支持率持ってますから、もう中国とアメリカのグローバルのリーダーシップの中で同等になってしまった、これほど嘆かわしいことはないというのが専門家の見方ですまあ、しかしこのユーラシアグループの、ね、トップリスクって見てみると、やっぱりあの日本って全然あのなんていうか見えてないなっていう感じがしますね。はい、結局私何が言いたいかというと、日本は安倍政権であるがためのこのリスクを回避する大きな、あの重要な登場人物として彼らを見てるんですよ。例えばトランプ大統領がいたから日米同盟が強固になったのではなくて、はい、安倍首相が非常に大きな努力をしたからこそ日米同盟というのは、あの強固なものになった、なったんですよ、はい、うん、そして中国が出てくるときに安倍首相がさまざまなあの外遊をして、そしてそのあの地球をシェアする外交の目的は何かといったら、それは中国に対するイン、私の言葉で言ったインサークルメント、多いですよ、うん、中国に対して中国が乱暴狼藉を働かないように、それを抑止するための体制というのを作っていってる、うん、これが安倍首相の地球を示唆する外交だというふうに私は思っております、うん、そういう努力があるからこそ、はい、あのアジア太平洋地域でも、うん、あのな一つの安定、例えば TPP11 なんか、はい、そうですよ、あの安倍首相、日本政府が頑張った一つの成果だと私は思いますよ、うん、はい、はい、まあ、そこであの習近平のですね、はいはい、野望をちょっと見ていこうと思います。はいはい、わかりました。かなりすごい
ですね。すごいですよ、はい、あの最近ですね、あの私注目するのはですね、はい、あの習近平暗殺計画、暗殺未遂なんですよね。暗殺未遂、そうそうなんですよ。結構何回もあったって聞きますけど、今回9回目だという人がいます。9回目の暗殺未遂が、はい、昨年の12月末にあったということなんですね、はい、あの彼があのスピーチをある集会でスピーチを終えて、はい、そして駐車場に移動中に、あの彼 乗る車というのが爆発して、彼がそのショックでお腹が痛くなって、そしてあの人民解放軍の病院に入院したということなんですけれども、こういうのはそれが本当に事実かどうかというのは、それはいろんな見方があると思いますけれども、もう今まであの習近平が何回も暗殺未遂あったというのは、公然の事実だと私は思います。そしてあの反腐敗闘争をあの習近平と共にやってきた王岐山は27回暗殺未遂受けているということなんです。まあ、そうなると、まあ、その軍の大改革をまあしようとしている中国共産党軍も、まあ、その共産党自体のちょっと弱みというか、そういうところもあるよということなんですね。そうですね、あの本当に習近平一党独裁という表現を日本のマスコミ、世界のマスコミに使うんですけれども、確かにその一面というのはあります。あの例えば人民解放軍の各戦区 の司令官というのは、もう本当にみんな習近平派ですよ、はいはい、そういうものを入れ替えたり、あの中央党中央軍事委員会の委員たち、これをもう習近平派に一掃したり、はい、もう確実に独裁体制を築いているんですね、そして最近の動きの中で私注目するのは、あの武装警察部隊、はい、これが、党中央軍事委員会の指揮下に入る、今まではあの国民系列の公安部と党中央軍事委員会、あのこれ2つ の機関から統制されたのを、これを党中央軍事委員会に一本化するということは何かというと、あの人民解放軍と同列の部隊であるということなんです。そしてさらにあのニュースによると、会計局が、あのその武装警察、党中央軍事委員会の統制下に入った武装警察の中に入るという、あのニュースさえあります、これは大変なことですよ、これからあのこれ尖閣諸島周辺で海警局によってものすごく、あの日本の海上保安庁を悩まされてますけれども、それがさらにあの人民解放軍、海軍と密接な関係を、あるいは空軍と密接な関係を持ってオペレーションする可能性が出てきたというのは、非常に大きなインパクトが私はあると思います。何をやんとしているかというと、あの党中央軍事委員会の主席は習近平さんですから、はい、習近平独裁体制というのは一つ一つの事象を見ると明らかに進んでるという、しかしそれでもやはり中国の不安定要因というのは、暗殺するグループは、暗殺を起動するグループがいるということです。だからあの独裁体制の強化とその暗殺しようとするグループの戦いというのは今後とも続くだろうというふうに思いますね。その人民解放軍という視点でいくと、あの統合ですとか、その大改革、それからまあ AI とかの、まあ部分もありますし、まあかなり進んでいて、なおかつなんか最近なんか日本をターゲットにして射撃訓練も実施したなんてね、いうことですよね。アメリカ あのメディアの CBS が放送したところによると、あのゴビ砂漠で、あのこれあの射場になってるんですけど、弾道ミサイルの射場になってるんですけど、そこで横須賀を模したあのこの町が出てきて、そこにあの米軍の艦艇3隻がこう配置されるようなあの目標設定をやって、そこにどんどん弾道ミサイルが飛んでいって、実際にその3隻の艦艇に穴が開いたというようなところまでやるんですよ。これ本当にこれはずっと以前から実はやってることなんですね、そして例えばカデナの F-22 ラプターに対するそういう模した射撃もやってますし、ミサはこれ F-35 とか F-16 ですね、それに対する射撃、模した射撃もやってますし、例えばあの台湾の総統府の、あの建物を模したところに
攻撃をかけてみたりですね、そういう訓練実際やってるわけですよ。だからこれ私何を言わんとしてるかというと、結局あの習近平はですね、実は2020年を目途に台湾を統一したいと思ってるんです。2021年に中国共産党100周年でしょ、2021年中国共産党100周年の記念パーティーを台湾の台北でやりましょうというのが彼 の、 あの意思だというあの説というのをありますそれで今年あの年初にですね、人民解放軍が大きな演習をやったんですけれども、それでその時にあの習近平何を言ったかというと、みんなに激を飛ばしたんですけど、命をかけて戦うんだと、命を失うことを恐れるなという感じなんですよ。もう本当にあの最近いろんな専門家 の、 あの議論を聞いてると、本当に台湾に対する統一の野望というのはもうますます明確になってるし、あのある人はあの北朝鮮の弾道ミサイルの開発に関連して米軍がもしも北朝鮮側に攻撃してきたならば、人民解放軍の陸戦隊、海軍陸戦隊を、はい、その北朝鮮の西海岸に上陸させる訓練までやってんだというような人たちもいますしですね、あの、例えば私もあの多くの専門家は、中国の専門家も言うんですけれども、人民解放軍はものすごく強くなってきてる。それ強くなった軍隊というのは何をしたいかというと、はい、自分の実力を試したい、手頃の相手をやっつけて試したい、はいはいはい、それがですね、一つが西側にあるインド、はい、インドとの国境近くで、中国あのインド軍に対してその実力を試してみたい、それはホットスポットの一つですね、それ台湾、そして尖閣をはじめとする日本、そしてまあ北朝鮮はこれかなり、まあ、あの難しいと思いますけども、何箇所か人民解放の実力を試してみたいと思うところはありますね。まあ物騒な話ですが、日本もね、北朝鮮のことばかりニュースでありますけども、こういうのを流した方がいいと思いますけど ね、映像ニュースして、だから国防ニュース最前線の価値はそこなんですけど私は今ガンガン言ってますからそうですね、私の発言はあの根拠に基づいて、資料に基づいて言ってますから、事実ですからね。でまあ、あの中国の、ね、潜水艦が、あのこの間、あそこの、接続水域に、ね、来たっていうのもありましたけれども、まあ、これももう、まあ、規定路線というか、規定路線です、明らかに規定路線です。もうあの大地列島線 の、はい、あの西側の作戦というのは、はい、もう自分たち自由にできますよ、ということを、示す一つ の、 あの、まあ、訓練演習デモンストレーションですね。もう第一列島線どころじゃない、ということですね。さらにあの、第一列島線から第二列島線の間の地域に、さらに東側に東側にと作戦を遂行やってる、訓練をやってる、ということです。もう第3、第4まで、そうです、あのそうです、あの皆さんは第一列島線、第二列島線は、あのご存知でしょうけど、第三列島線は、ハワイを中心とした第三列島線というのを人民解放が考えています、そして第四列島線はアメリカ本土の西海岸、これが第四列島線になります。そこまで第三列島線、第四列島線まで考えて、人民解放軍、そして習近平主席は2050年世界一の強国を目指すということを言っております。で、あの日本はまあその本当に段階プロセスの人過程みたいなことなわけですね。その通りです。で、まあ、トランプ大統領のこの1年間ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、もう私が1年前にあのこの国防ニュース最前線に初めて出させてもらってから、終始一貫して言ってるのは、アメリカは分断国家になってしまった、トランプ支持者 40%、 岩盤の 40% は何があろうとトランプ大統領を支持する、しかし反対に岩盤の 55% は反トランプで、常にトランプ大統領に反対している、これが全く変わらない、変わってないというのは最近のデータでも、あの言えます。これ1年経ちました。あの私はトランプ大統領は是々非々で評価すべきだということを思います。彼の功績は何か、あのもうこれはオバマ大統領と全く反対のことをやってきましたから、オバマ大統領があの中国等に対してものすごく
融和的な態度を取った、うん、北朝鮮の問題も非常に融和的な態度を取りました、戦略的忍耐とかいうわけのわからない、うん、あの戦略を採用したんですが、しかしトランプ大統領は違う、力、アメリカは世界最高最強の軍事力を選択としてテーブルの上にあると断言をする、うん、そしてその軍事力を使って北朝鮮にこれほど圧力をかけた大統領というのはアメリカの大統領の歴史の中でいなかった、この点は高く評価すべきだと私は思います、そして彼の実施した規制改革、そして税制改革、これは明らかにアメリカの経済というのを強くする成長させるものであるというふうに思います。それは弊害ありますよ、もうインフレ の弊害とかあるいは格差がさらに広がるとかさまざまな弊害ありますけれども、プラス面にとってみればアメリカの経済を成長させると、いうこと、そして一番私がトランプ大統領評価するのはマチス国防長官を国防長官と選んだ、そして国防省をマチス国防長官にほぼ 全権委任のような格好で任せる、これは素晴らしい、私は8年間のオバマ政権をずっと見てて本当にやきもきするのは何かというと、国防省と NSC が常に戦ってるわけですね、一致して通貫の中でこの2つの機関というのがうまく、連携取れてない、そしてどちらかというと大野さんは軍事力の使用というのをまず使用しないということを決断してから外交交渉に入るという、極めて間違った、まずいやり方をやってましたけれども、もう今回の国防戦略でも明らかのように松井さんは宣言しているのは、国防省の役割というのは外交をこう成功させるためにそのバックに軍事をしっかり強烈な軍事を確立することによって存在することによって外交を成立させるんだと、松井国防長官は外交と軍事のこの密接な関係というのは非常に重要です、これが実はもう成功法です、明らかにこの外交を無視した軍事だけというのはダメだし、もう本当に軍事を無視した外交もダメだし、その非常にバランスを取る、今の松井国防長官のやり方というのは極めて適切だと、それを本当に信頼して任せている、これは本当に素晴らしいことだというふうに思いますね、中間選挙ちょっと危ない感じですかね、今のデータで言えば 10% 差がついてます、10% 当然民主党が上のデータが出てます、だからこれ今この時点で選挙を行ったら民主党が勝つでしょう、特に問題なのは上院なんですね、今でも共和党と民主党、議席数は 2つか3つぐらいしか変わってないと思いますけれども、それが中間選挙によってまた逆転したならば、これまたいろんな決められない政治になってしまう、今でも決められない政治ですから、ますます決められない政治になる恐れがありますね、アメリカで私は一番本当それ、大きな病だなと思うのは、左派がさらに左翼、完全な左翼になって、さらに左へ、もう右派がさらに右へ、もう完全に左と右へに極端にもう分かりしてます、妥協の余地がない、中間層がいなくなった、これが一番の問題だと思います、この現象というのは本当に私が見ててもこれは癒しがたいものがあると思いますね、だからそういう感激を縫って、共産党一党独裁ですからやりやすい、しかし私が中国の習近平独裁体制の欠陥を一つ挙げるとするならば、もう統制しすぎです、統制しすぎると本当にいろんなところでもう問題が起こってくるというふうに思います、デジタル零認主義ってご存知ですか、デジタル零認主義というのがあってですね、これは結局 ICT を使って今国民を全部コントロールできるんですね、もうツイッターとか Facebook とか SNS ですね、あれをもう完全に統制することで、あれで思想チェックもすることができますしね、そして誰が何を買ったかというのは、そしてそれで本当にお金を完済したかどうか、それら中国人の一人一人をランク付けすることができるんですよ、それでもって全体主義的な統制というのをできるようになったんですね、これやりすぎるとどういう結果になるかというと、貧しいものますますそれ固定化されるんですよ、
あの一人一人評価されますから、私例えば100点満点の1点しかなかったら何もあの例えば新幹線の予約とかもできないんです、もうどっかのホテル予約もできないんです、はあ、下にランクされると 何を言いたいかというと、これが失敗、一回失敗してしまったら敗者復活できない世界になってしまってるんですよ。それはあの金持ちはいいですよ、金持ちは金持ちで固定されるから、この格差が激しく固定化されている、そういう世界になってきますね。いや本当に怖い世界ですね。それを外国人まで統制しようとしてますから、外国人まであの評価しようとしてますから、外国企業まで評価してますから、そこまで統制した、私は今回アメリカに行ってもう二度と行きたくないと思ったんですよ、というのは統制されるから、統制され、こんな危ない中国に本当に行きたいという外国人どんどんいなくなったら全然魅力のない国家になってるんですよ、あの外国の企業も撤退する企業は増えてるんですけれども、もう二度と行きたくないと思われたら、中国行っても本当に統制されるだけで自由にできない、こういう国家になってしまったら中国の将来は私はないと思います、統制しすぎというのはもう中国の将来にとって大きなマイナス、ダメージとしてかなり致命傷になりそうだと。そうですね、まあね、好き勝手言ってるアメリカとは全然違うその言論空間があるというところですよね。そうですね、しかしあのフェイクニュースという観点ではもう全く中国とはアメリカ同じなんですあのご存知ですか、あの、トランプさんが1年間で何回嘘をついたか、これ、ね、統計取った連中がいてですね、暇な連中がいてですね、2000回嘘をついたんです、これ2000回といったら1日6回5回か6回嘘ついてることなんですよなかなかできないですよね、はい、今アメリカ社会はフェイクニュースに対してものすごく敏感になってるんですよ、それでファクトチェック、事実のチェックというのを各メディアが徹底的にこうやってるんですけど、それに完璧に引っかかってるんですよ、はい、そしてあの大統領がフェイクニュースを流すもんですから、何を信じたらいいか、あのトランプさんが強いのはフェイクニュースを流しても毎日毎日問題起こすから、過去の飽和攻撃になっちゃってね、ある意味ね、そうです、それだからもう今までの大統領だったらあの問題が少ないじゃないですか、ちょっとね、その1回の失敗で致命傷なんですよ、トランプさん致命傷にならないいやこれ恐るべきですよ、ね、ある人が評価してストリートファイトに非常に強い大統領、絶対負けない大統領、そうですね、そうですね、恐るべきですよ本当まあ、いろいろな意味でいろんなキャラクターが世界にいて、まあ、そこに囲まれているというところで、ちょっとまた次回も最新情報をお願いしたいと思います、今日はこのあたりでということで、はい、どうもありがとうございました。